ははいいこんにちちコズミックヒーラーラでで言霊使いのちかですえ前回はあこの世界の真実はノンデュアリティだというお話をしました、えー、ノンデュアリティだということを知るということは覚醒の道つまり悟りの道への第1ステップになりますじゃあ第2ステップは何っていうとアンドゥーイーゴつまりエゴをなくしていくということです でエゴをなくしていくっていうのはどういうことかっていうとホーリースピリットのマインドで物事を見るということですねホーリースピリットとは聖なる霊なん,かな,なんて日本語でよく訳されたりすると思いますけど要は神としての自分ハイアセルフとしての自分で物事を見ていくということですね、えー、具体的にちょっと例を出してみるとうーん ああのまあ車を運転していてで前にあのものすごいものすごくど迷惑な感じでぎゅんと危険な運転でですね前に無理やりあの入ってきた車がいるとしましょうで、私はその車との事故を避けるために急ブレーキをするはめになった。でやっぱり腹立ちますよねねね 腹立ってこう呪いの言葉でも言葉でもね怒りの言葉でもかけてやり,やりたくなるじゃないですかね、えー、それっていうのはでもエゴの自分がそう反応してるわけですよこんやろってそうじゃなくてじゃあホーリースピリットとしてのマインドではどうなるかっていうともうああああよかったもうねあの何もなかった事故もなかったよかったってもただただもう許すレティスコーするもうどうしようもないですからね でねちょっと考えてみてほしいのがもしもこの世界が全てがイリュージョンでワンネスこそリアルだというのであれば今私の目の前で起こったことっていうのは本当に起きてないんだよね。ってことは本当に起きてないっていうことは誰も何も犯していない。つまりここでえ罪人は誰もいない,っていうことになるってことは怒る理由もないよね。ね。 だから癒やす,すじゃない許しますということなわけよ。わかかるかなこの原理はいでもう第3のステップとしてはもうひたすらもう目の前にやってくる嫌な嫌なっていうのはまあ自,分が、ね、自分がそう思うだけなんだけども嫌な出来事っていうのはもう全ては許しのための機会なのだと捉えてひたすら許しを実行していくもうこれだけなんですね。まあでもこれさ 言うよりもあの本当にそれを実行していくっていうのは超難しいなと私も日々感じておりますでも、えー、それをとにかくやっていくそれだけだなとはい思ってますでね時々さもう,あもうどうしても腹立つっていうことあると思うんだけどもうそれはさそれでいいのようん。 あの怒もうそういう時はあの怒ってる自分を許してあげましょう。はい <laughs> というわけで、えー、今日はあの覚醒への道という3ステップについてお話ししました。よかったら登録お願いしますそして、えー、また次回の動画でお会いしましょう。チオバイ